ライブ中です。入りますか、入りますか、うん、いい経験を積み合いだけや、その場で積み合いしてばそれ積むっすよ、うん、積んで覚えてやってきてよっていうだけ。仲間同士でアドバイスをくださいって言ってる、うん、いえ言うよ、言う出すな、出すな、めんどくせえ、ほんとめんどくせえな、うん、めんどくせえよ、はい、うらやましい、うん、誰で、うん、帰るの、うん、帰れ、なんか違う、放送事故になる、意味がわからん、すごい、おはようございます。朝6時皆様おはようございます。こちらは夜6時です、こんな感じですわ。今日は何しに来たかっていうと、はい、この間ライブやっとっただろ、職人がやってましたね。俺とミッチー抜きで、はい、それがまたねすっごい集まって1000人以上ずっと見られて、あいつ3時間ぐらいやったあれぐらいやってましたね、うん、3時間ぐらい。トシ君、イケメン爆速マッチョ、はい、の4人でやってて、全然俺とミッチーが入るより全然盛り上がって、俺も外からずっと見てたんだわ、はい、たまにコメントビーって投げたら、お前社長うるせえとかで入ってくるなとか、はい、なんか怒鳴って叩かれてる、まあ、そういう中でやって、なんか噂、俺も最後まであの録画しちゃったやつも見てねえんだけど、はい、最後になんか喧嘩やったの。喧嘩しました。誰と？あの爆速とトシ君が、うん、爆速とトシ君が喧嘩したらしいんだ。動画の中でだろ、ライブ中にだろ、生放送で、はい、まあ、そこら辺のシーンを、はい、うん、ちょっと今日いきなりね、トツアポで、はい、今静岡の方来てるんですよ。ということでちょっと行ってみようか、はい、まあ、ちょうど今本当にもう5時49分なんで、皆さんねちょうど今6時から朝起きて現場向かってる最中に、そんな話どうでもいいわっていうのもあると思うんだけど、もちろん俺が聞きたい、純粋な気になりますね、まあ、そうそう、まあ、値段もねえし、ちょうどでも今度からまたちょっと塗装とかシーリングも増やしていこうと思ってるし、なんか最近ほんと求人道場とか結構やっぱ塗装屋さんが多いみたいで、求人道場ってあるじゃん、はい、あれ結構増えてきてるだろ今業者が、はい、うん、やっぱ塗装屋さんも多いみたいだから、あ、塗装屋さんがちゃんと見るような求人道場、建設業専門で打った求人道場っていうのが出てくるんですよ、はい、で今それ無料でね求人で結構採用も決まってやってるみたいなので、ぜひいい会社も結構載せてるから、一人館とか2、3人とかね、はい、全国でやってるから。お疲れーす。仕事しろやつ、仕事しろや、はい、今日のお前ギャラ飲みの、あの、あれじゃない、アポイントじゃないか、あれはい、おるか、いますか、わかった、商品を今日の動画の内容を発表します。めちゃくちゃ美味しくてね、今日の動画の話しますね、なんか運動してほしいね、いや、いけ、あ、出しといてください。うわい、初めて契約いった、さすがいいぞ、いけ、もっと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 、いいぞ、契約いったぞ、契約いったぞ、して今の方がいいっす、今の方がお願いします。しょ、35,900いったぞ。あ、金出せ、金。930。いったぞ。金出せ、金。頑張れ、700人。長いに金出せっていう、お前が金出せじゃん。なんで俺だから出しとるよ。じゃあ投げ銭しろよ。入れろよ。投げ銭しろよ。金出せって言うんだから投げ銭しろ。あ、もっと金出せ。店員さんに悪いよ。あ、全部もっと出せ。ないって。出せって言うんだよ。もっと出せよ。意味がわからん。うん？やばい。どういうこと？意味がわからん。950人。950人。950人だ。もう出さん、もうめんどくさい。いいぞ。ちょ、静かに頼んで、静かに頼んで。あ、うん、出さん。950人だ。ちょ、店員さん待っとるっすって。金出さんと。だっていくら3万5,000円、うん、3万5,000円払ったら俺が払えばいいんだろ、うん、払ったで、うん、そんなこと言ってないですよ、金出さないといいよ、別に金出すな、出すな、出すな、めんどくせえ、ほんとめんどくせえな、もう、うん、めんどくせえよ、はい、うらやましいよ、うん、誰で、うん、帰るの、うん、帰れ、なんだ、じゃあ放送事故になる、意味がわからん、ストレッ、酔っ払い帰りました。俺そこまで見てないんだ、俺録画のやつも見たんだけどな、はい、ちょこっとでも炎上っていう炎上じゃないですよ、別になんか喧嘩だったんだ、そうそうそう、あれ演技っすね、
そう、フィクションそう、どうだどうだフィクション、あれはフィクションどうだちょっと詳しく、ちょっと詳しくいきなりお前切れたの？としくんね。いや僕は切れてないです。なんなんさ、お前勝てたの？途中で。いや、多分ムカついたわ。勝てたそう、やらせ。でもやらせ、やらせとか言ってるでしょ。嘘つくな、ほんと。いきなりこいつ、大変なことだ。としくんと言い合いになっただけですね。なんかもう最初の方から俺もちょっと危ねえなと思ったんだわ。うっせぇとかないじゃん。どうなったの？いや、なんかトビを語り出して、としくんが、はい、うん、でまあ、僕はちょっと家になって、うん、いやだけど、でそしたらカンタと家になって、あ、カンタとトシ君家になったの。最初そうカンタとトシ君がなんかトビとか足場について、なんかトシ君はトビは、うん、何でもできるオールマイティーだからトビだよみたいな、うん、でもカンタは別に僕らはトビですよねみたいな、うん、足場トビだよね。そうだ、その上でなんかいろいろ口論になって、うん、でまあ、それ一旦終わったんですけど、うん、そのついでになんか僕らも結構遅くまでいたんで、うん、お会計持ってきたんですよ、店、うん、員が、うん、で、お会計でいくらいくらですよってなっとって、で、ショーがもう時間だもんね、お金払いましょうよみたいな言ってたんですけど、もうこれ動画になるぞ。全然一緒な喧嘩最後でロジョーからもう帰るって言って、途中でこうやって途中でしょうがクソだって言って、そう、確かにお前も言ったね。そう、思考で言い見た。フィクションマジで、もう大変すぎちゃうから。珍しいな。でも大した物事ない。いや、ちょっとコメント欄もあるだった。俺が見とってちょこっとヤジ出てくる時も、翔くん大丈夫、酔っ払ってないとか言って、ちょっと俺もなんかで、ちょこちょこ俺がコメント入れてパッとこいつが気づくとさ、下向いてみたいな。俺、あ、こいつ気づいたなとか何も言わんだけど、こいつ、あ、こいつ俺のコメント気づいとったなとか思ったんだけど。そう、でもバキバキ、そんなでもバキバキ、いつも通り。まあ、それはもう何も喋らず帰れた。そうはそのままさーって帰ってた。あ、それからもうトシ君喋ってないのかな。あ、僕帰ってないですよ。あの、車で寝とうと。あの、いや、トシ君喋ってないの。それから会ってないの。今日休みだよ、トシ君。喋ってないですよ。そう、 LINE と入っとったんですけど。あ、昨日ごめんな。僕も一応すいませんね。そう、そうすぎました。まあまあ男の世界やね、俺はね。もうちょっとでも盛り上がっとったね。でも2時間40分ぐらいやってました。いや、だって最初お前もう30分ぐらいで、俺もうちょっと続けてよって、もういいっすいいっすって思ったけど、途中みんな最初違う、喋れんかったんだろ。で、だんだん喋れるんで、あ、こいつはもう全然楽しそうにしようで、分かるだろ。でもやってよかっただろ。やってよかった。お前なら成長になったんだよ。じゃあちょっと視聴者に一言ずつお願いします。まあ、お前から行こうか。めちゃこいつ責任者だね。次のライブ責任者だね。え、でもなんかその炎上とか炎上じゃないんで、炎上、うんうんうん、やっぱ普段からああいう喧嘩もしますし、うん、まあ、そうだよな。それが、うん、俺らの会社のところだから仲いいしな。あれふざけたことやってるんで、そうだな、まあ、仲いいってことですね、うん、ちょっと喋れるようになってるし、お前ライブでせいちゃん一皮むけたね、お前ら。マッチョ、また近々ちょっとライブするライブやろうか。本当自信になっただろ。あ、やってみようかな。もう本当は嫌だちょっとさ、みんな俺は見てやだって言ったんですけど、まあ俺も助かるしね、ってやってくれると。で、数字もすげー伸びたので、うん、ぜひまた、じゃあチャンネル登録、いいね、そうっすね、で、通知ね、通知っすね、通知しとるとやっぱパーンってすぐもうライブがもうゲリラライブじゃん。そうっすね、9時とか10時からやり始めたりとか、もう時間決めて、もう飲む時にやろうぜって。俺らもやっぱ向いてるのはやっぱ職人の世界の、まあそういう荒くれもんじゃないけど、はいはい、まあ若くて頑張っとる子たちのお酒だよね。真剣に、ね、仕事の話しんとかも嫌いだしね、うん、仕事の話もちょっとライブでも、でもそれが、まあ、みんな俺らもそういうスタイルでやってますんで、ぜひ通知までオンにしとくとライブもすぐ気づくな。そうそう、すぐ気づく、うん、ぜひお願いします。お願いします。またね。キヨラさん、はい、キヨラさん、キヨラさん、キヨラさん、逃げよ。ミチセル大将、最近伸びんじゃないし。ビビったんすよね、僕も最初。1000超えたんだろ。1000超えます。僕でもその時おらんかった。お前帰ってから途中でちょうど、あれ一番ぐわーって高まったんだな、お前のおかげでな。そうです。だけど、もう元々のその姿勢が、いや結構もう、いや、やばいじゃん、放送事故やとか言って俺は見とったけど、そういうのが好きなんだな。静かに別にシャドウストーンの7分の時に質問もあって、誰も質問も読まんし、で、変な質問絶対読まんし、たまにお前がふざけたこと何じゃいいやとか言ってるだけで、絶対いいやつしか言ってない。どういうコメントの読み方だとか思ったけど、分かったね。なんか案外、うまいことなのかなと思っていった。
また、まあ、お会いして、ね、まあ、もちろん俺は芸能人じゃないんでなかなか、ね、難しい面もあるし下手な面もあるで、まあ、変な効果が書くならハートだけつけてるんだな。バーガーでもハーゲーでも全然お前ら喋れねえよとか芸能人物件じゃねえよってみんなで、まあ、ハート1個でもついてりゃうちは公開してますんで、なんかもうそれだけだとやっぱ文字だけの人なんで、なんか鬱陶しく感じるじゃん。そうっすね。俺もそんなの別に上げる必要ねえかなみたいなね、土足で上がってきてね、文句言って帰ってくるようなやつです、ね、意見でも何でもない。よくあるんだわ、もっと仕事の動画上げると、お前らお前本当分かってねえなとか書いてる。数字伸びとるってじゃあ仕事の動画でも上げてあげたいよ、本当めっちゃ上げたいんだけど数字が上がんねえんだもんだって全然上がるな。いや、まあ、もちろんコアな人が見たいもんで、まあ、そういう現場も定期的に上げとる、うん、まあそういうことです。またねー。まだ席やったらやらなきゃ。やったっすよ。